暑い。赤かった。千本鳥居入る時お250円とかでーす。追加投資ゴールスタンで引きました。無駄引き、すっごい無駄引き感がすごい。全長中なんですけど、全長中に引いたんですけど、しかもちょっと厚めの全長だったんですよね。そう、 FT 中引いてくれ。まあまあまあ、FT 中引けば400万以上だから。その千本鳥居当たって早釣りの可能性あるし、まだ分からん。無駄引きかは、いや、ね、ここで当たったらもう早釣りなくないですか。ないですか。エクソードじゃないですか。え、何ゲームですか今。250です。250のところで私ハイヤチド出てきたことない。え、マジ、そしたら当たる。何のオールスターメだったの今の。250のところって出てるんですか。え、そんな気にしたことなかったですけど、そうなんかな。250の天井が選ばれるからエピソード出ない、エピソードしか出ないって。へえ、不思議な認識でしたけど。というわけでエピソードです。設定6で ST 駆け抜けると600いっちゃう理由は600天井選ばれちゃうからじゃないですか。あ、その250の天井じゃなくて、はい、なるほど。250の天井を選ばれるから250でエピソードが出てくるっていう認識じゃないですか。そういうことなんだ。多分合ってると思うんですけど。なんで設定6が250抜けない理由はそれです。250の天井を選ばれるから。じゃあその450のところもそのレバーとかじゃなくても最初から振り分け取ってるかどうかってことなんだ。あ、そうです。なるほどな。書くだけですね。さあ、勉強になったということで勉強代の4枚目です。ありがとうございました。ためになりました、すごく。オールスターで返してくれ。ここでくれ、返してくれ。オールスターに私のオールスターで返してくれ。6000分の1だぞ。本店長中に聞いたもんな。なんかしてくれよ。じゃあなんかくれよ。お、青文字ってことは、はい、お待ちまして当たってます。誰が光ってるんですか。ヒゴマとビバちゃんです。あ、ビバ引いた。イエーイ、当たり当たり。ST さえ上手ければ勝てるっていうのがもう染みちゃってんだよな。いや、確かに。しかも ST 入るからな、はい、結構簡単に。で、朝一も甘いでしょ。やめられない台なのに朝一行く、やめられない。やめられない。もうずっと打つもん。この間6打ってて思ったんですけど、6打つとマジでやめどきない。びっくりした。いや、もうだからビバゴじゃないですか。
あとビバホンと駆け抜け子だけ、うん、でも6だから6って時点でやめないんだけど、うん、外転とかで行ってる場合だとやめるじゃないですか、移動とかもあるし、そうですね、そのここがやめ時だなってとこはそこだよってことですよね。そうそう、ないのびっくりしたそんなちょうどよく駆け抜けとかビバとか入らんすか、入らん。あ、悩んでる悩んでる、いつも中なんだけど、なんか私が左って言ってる、なんか左って言われてる、はい左じゃないはい左じゃない。まあ3択はもうね、悩んじゃったら行くしかないよ、そっちの方が後悔少ないから。確かに、うん、あ、はリプレイじゃなければ、なんでリプレイなのマジで悪魔の関連だ本当にさ、もうオールスターで返してくれ、私のオールスター。ビバさんが、ビバさんが反応してます、ビバに行こうとしてます。もう規定ポイントリセットしてもそこまでのポイントは溜まってるってことか。オールスターでは無駄になっていなかったと、無駄になってなかった、よかった、見つけた、頼むよビバ。左いいねんな、チャンス今引いちゃう、ああ引いた、ああ引いたね、引いたね、さすがに引けるね、はいはいはいよ、はい、叩く早い、23ゲーム当選です。ただ大体早じろ、私は知っている、大体早じろであると、はいはい早じろ、お今500ゲーム迎えたんですけど、エンドルフィンの大きいの溜まりました。おチックライかな、大きいのかな、あチックライか、今の画面いっぱいにはなったんですけど、今調べたら、はい、多分台だったと思う。あ、で台だったら50ポイント以上たまんすよ。え、じゃあもうたまったじゃん。で、もし僕の認識違いで中だったとしても20ポイント以上たまるらしくて、はい、で今500でたまったんすよね、それが、はい、だ600またげばこれ次解放するんじゃね。お、ついに来る、モックのエンドルフィン、いや反撃始まるかもしれん。はい、史上最強のハンマー裕次郎ってこれ何でしたっけ、はい、え、これ何、ハンマー裕次郎ステージ以降本店長濃厚プラスエンドルフィンポイントマックス、お、もしくは強くら準備モードの本店長、まあ状況的なエンドルフィンマックスでしょう、多分そっちですね、うん、まあ解放まではいけました、よかった、よかった、あとは取るだけ、全てを全てをまくります、今日全てをまくる、はい、あのそんなこと可能なんです、信頼をまくります皆様からの、はい、もう僕に信頼なんてないと思うんですが、ここで20取ったらもう一回信じてやってください、僕のことを。いやもう信じるも何も、よくやったもっくんだよ、いやマジで本当に、これ解放させますね、627回転投資は41,000円、エンドルフィン解放、それから英雄になれるよ、もっくん、頼む、あ怖い怖い、この一枚役、左ひょわっと、左ひょわっと、ダメだよ、もっくん、怖がってたら、いやマジで怖い、マジで怖い、頼む、怖がってたらね、逃げてっちゃいますよ、オッケー、やっぱ男を比べてないと、下がってこいよ、お前左ぐらいよこしてみろよ、おや、デブクラブではナンバーワンだぞ、おーおー、デブクラブではナンバーワンだぞおいおい、頼むから怖いよ、あ、今だけレシー降ってくるかも、レア吹いた、レア吹いたよ、調子ならあるぞ、スイカまで滑った、今日スイカならどう、
うわジャックだ、ジャックでも来いよ、止まっちゃうよ、はい、あーどこ行った、どこ行った、どこ行った、峠でもなかなかこう止まんないですかね、 10% とかだった気がする、峠で、okay、よし、もう一回スイッチ、左ファーストな、左ファーストな、よし、来い来い来い、頼む、来ちゃえ、帰りに来ちゃえ、動け、左来い、右セーフ、セーフ、はい、まだ遊べるぞ、まだ遊べるぞ、そうまだまだ遊べるぞ、本当に笑い、ニコなんていらん、マジでいらん、あー、力入る、頑張れモックン、あ怖い怖い怖い、マジで気入ってる、ダメだよ怖がっちゃう、そうだねそうだね、オッケー、デブクラブじゃない、うーん、デブクラブじゃない、怖い、いけるぞ、マジ怖い、マジ怖い、頼む、向こう一枚、左頼む、あれ、うん、待った待った、待って待って待って、3、2、1、聞こえたな、なんか終わった音だったな、いつまでもこれだ、いつまでもこれだ、はぁ、あ、水木さんごめん、水木ごめんね、まあしょうがないよ、そんなもんで、次今のが次の引き納めかもしれん、あ、当たりましたね、あれ、はい、ここまで行け、3分行けやつ、250とこまた当たりました、え、マジか、はい、ちょっと本当にいいですかね、いいのかな、朝抜けちゃっただけかな、あれ以外別に悪いとこないんだよな、はい、おい、やるぞ、我々は勝たなきゃいけないんだ、はい、街道の極みだろ、はい、今までの成績を見てみるんだ、もっくん、見たくないです、何が極みだ、はい、負けんじゃないよ、本当に、本当にこの毎回ホールで一番負けてます、いい加減怒られますよ、我々、本当です、本当に干されます、勝てよ、当たってた、ナイス、ここまでありがとう、注意つついてない、生駒さん取ってた、お父さんを喜ばせなさい、復活だから、復活だから言ってんすよね、もうダメだ、ああ、モクドルフィン、モクドルフィン、バキ向いてない説が出てきました、モクン、モクン、じゃあさ、次さ、はい、次の収録の時さ、はい、朝ちょっと炭水化物食べようよ、そうです、まあ、あのこうなったらあの言われたことをちょっと何でも実践していきますわ、もしかしたらね、それで勝てるんだったら勝ちたいんで、で出たらやっぱカロリー足りてないんじゃないって感じ、まあそう、本当にそうかもしれん、もう本当に下手すぎるから、でもちょっと何でも従いますわ、いやちょっと次の収録なんか、うん、カロリーありそうなもの持ってくるね、あ、水木さんが用意してくれるんですか、うん、あ、もう何でも何でもいただきます、リバちゃん船ならもう一発確定なんや、くれバタトリだ、でもお、あ、ビバ引いた、うま、ありがとうございます、うまうま、あ、ダブルトロイが残ないかな、プールス、はい、コマ、
もバレない食べ方。うわ上手。よいしょ。音ちっちゃ。はーい、音。頑張れミリクさん。バーサ。あうまい。当てたけど当てたけど無名だ。いける。さんはいけるいけるいける。ない。無名を2連続で引いた。あ光った当たった。ナイス。よし。ありがとう。よし。あーすげえ。もじゃもじゃだ。いやーすごい。あと1回か。200巻いた。あと2回必要かもな。ああ。あれだった。ただここ突破すればいいだけの話。そしたら次攻撃絶対つきますもんね。そうなんです。先か後かってことですね。あ、なるほど。はっ、いっちゃえ。あ、ダメだ。いや、もうラスト3回で引こう。そこが一番熱いから。そうですね。よっしゃ。うわ、ここで来るか。ただ私は決め打ちです。はい。あー左普通に引かせてくれ。あの3着が694枚。いや惜しかったっすね。決め打ちだったな。決め打ちしてたのにな。バキバキずっと何してんの今日。バキバキずっと何してんの。見飽きたわその顔。お前が倒れる時のやる価値十分ってわけだ。やる価値十分ってわけだ。いやもう終わんて。はあはあ。ちょっと次回炭水化物取ってからあの出直してきます。それでダメだったら考えよう。 あとは水木さんに託します。ちょっと周りに回ってきますね、僕みたいなもんは。2回します。助けて1コマ？これは熱いね。100ゲームとか当たってるんじゃないかな。こんなカットイン出ないもんな。はぁ、パダーの。121ゲームと。ゲーム数からエットードであれ。はい、早くだね。おー、すごい引いた。3000ゲット。これで7900。当たりました。7000だったのかなって。へい。さあ頑張ろう。
ごまむめい。さあ、立ってるよ、駆け抜けばいい。さあ、というわけで1個目が、シンフォギア1台から、ゼニガタで、1217番台なんですけど、そこから挟んでこっちの反逆1218番台、反逆かな。ここが1個目かなと思います。さあ、お次がもう出玉がすごいことになってます。イニアシ3台からの新オニムシャ鏡、とんでもない、すごい手玉。さあ、そんでもって3つ目は番長ゼロかな。直撃とかもしてるし、この6台の番長ゼロかな。出玉ついてきてるのはそのうちの4台ぐらいなんですけど、ありそうだなといった感じです。次はみんな大好き新花火でございます。新花火がね、8台かあるんですけど、出玉がついてきちゃってて、ビッグ先行してるのが1台あって、そこの右からかな。やっぱレギュラーの方が設定数でかいんだよね、新花火に関しては。けど全部綺麗に出てますね。さあ、そんでもってジャクラコーナーで、ジャクラコーナーはあの並びとかじゃなくても全体的にすごい強いのがいろいろある中で、並びで見たらここのアイムかなと思います。といった感じでね、結構並びもあって、あとは僕のバキとか水木さんのカバネリとか、他にもジャグラーとか単品でもポン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 強いとこあってね、お店はいつも通りめちゃめちゃ強いです。1233さん、250のゲーム数のこの当たり、当たるかどうか。外れたら外れたで心を気になくやめることができます。じゃあこれがラスト AT かな。TSP。いい台なのかもしれない。低設定ではなさそうな雰囲気が、雰囲気というか、いい台だな。そこそこ頑張って終わりたい。よし、引いた。OK で引いた。あ、当たってる。
激アツ来ちゃった。いやまあでも決めてるからな。あたたよし、これ取れたら運命体操いける。ごまちゃん運命を、はい、当てました。カノブ反応しない。当たってたら激アツな気するけどな。後期だったんだよな。 66% あるよ。でももう一回引いとけ、エゴマちゃんとね。ちゃんとアップ引いた。最後一回引いた。よし、あれ行ったでしょ。さすがにエピソード出てくるはず。はい、はぁ、やっと行けました。はぁ、無名回想できました。結構ゲーム数かかっちゃったから多分無名回想70ゲームなんじゃないかな。そして無名回想してきます。アウラビバー入れられるとは思っていないので、まず70ゲームですね。とりあえず広角いっぱいもらえるように頑張る。
ですよね。ですよね。という感じで、はい、裏ビバには入らずと、ビバ ST 行きます。で、ビバボコボコにしてきます。ここまで引っ張っといてしょぼしょぼで終わるとか危ない。私ともっくんでちょうどよく終わることほぼなくないですか。だいたいどっちかがどっちかまた別で二人ともイエーイって延長してることないもんな。あ、やっと引いたけど、無念。他に2コマを引いといてもらえると、6。あ、でもジャンプアップありました。あ、コマ引いた。はい。キャラぐらいまで持ってけてるんじゃないかな、二人の投資。多分だけど。ここチャンス目ないので、チャンス目って広角ないので怖いですね。そして当ててんだよな。結構頑張って当ててんのよ。ですが、まあ、完全に決め打ちなんですけど、中しか置かないんで、基本的に。黄色が出たいかん。よっ。これのおかげ。符号のおかげ。
引いた。6割980枚。今高額なしです。高額なし、私全然かけてないから25%をね。ちょっとよ今、はい、まさか、はい、ギリギリ耐えてるな、たくさん。何も引いてないよ。なんで？担当ってこと？あ、私実はここまで行ったの。感想ですね。エンディング行きました。私、カバネリで完走できたの。いやー、今日プラスになったし、初めてカバネリでエンディングを見ました。私、嬉しい。3以上出ました。まあ3以上出たんで、やっぱここ3台が当たりだと思う。2597枚、ボーナス19回で。
終わりです。もう一回リバー SP じゃなくて普通に SP 行ってきます。嘘でしょ。ちょっとあ、いい音した。聞きましたかね。はい。なんで中で行きます。わかりました。あれ、3枚で終了です。終了画面でやめるの嫌いなので1ゲーム待ちます。 あ、お待たせしました。ありがとうございます。早いな、食い気味なのよ。ありがとうございます。すんごい食い気味。ありがとうございます。本当にすいません、うん、いやすごめん、結構2時間半ぐらい過ぎちゃって。あー全然もう追加で2時間半いきます。僕まだ気づいたら6時で、あれそんな経ったのって思ってすいません。なんかすいませんって二度と言わないでください。今後の人生で言わないでください。もうじゃいいですか、私結果一応言わせていただいて。あ、僕の負債から言った方がいいんじゃないですか。僕の負債から、はい、僕みたいなもんの負債から。いやだって勝ってるかもしれないじゃん。あの後実は2時間半、うん、カメラ回ってないところで、うんうん、水木さんに任せっぱなしじゃちょっとまずいなって、うん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 、めっちゃ考えたけど、ね、うん、俺が追加で500枚負けてそのせいで負けたこと考えたらできなかった。マジめっちゃ考えたけどマイナス2059枚。虫キラトップスケ、え2059枚。59枚、はい、行ったね。行きましたね。しょうがないよ。本当ごめんなさい、うん、しょうがない、はい、私ですね、いいですか、はい、年が736枚。少ないね、うん、回収3529枚。3500枚。えプラス2793枚。分かってるやんけ。分かってるんですよ。台探して打つのはちょっとその、はい、さっき言ったねリスクがあったんでできなかったんですけど、はい、ドーナツだけ買ってきました。すいません、腹ゴブって言ってたからポンテリングいっぱい買ってきました。優しい。すいません。え、いいんですか。いや、いいんですかじゃない、いいです。あ、それはやった、嬉しい。そんな方はありがとうございます。やった。え、帰り食べよう。あ、食べてください。今後もね、はい、頑張っていきましょう。頑張ります。はい、常にちょっと頑張っていつか結果残します。じゃあまあミスと食べながら帰りたいと思います。はい、すみません、はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。すみませんでした。また次回お会いしましょう。さよなら。次回いるかな俺。俺か次回。いや、いなきゃダメだよ。返してもらわんと。
私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。